ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市子供町のグランプラスさんの方にお邪魔しております。こちら2階のお部屋なんですけども、1階専用階段からのスタートになります。大きなシューズボックスがついております。でこちら奥の階段をですね、裏側に回っていただきますと、階段下収納の広いスペースがございまして、まあ、たくさんですね、2階に物を上げなくても収納していただくことができます。そして手すりがついております。階段を上がっていただきますと、この辺りはこう吹き抜けになっておりまして、とてもね、こう空間が広く感じることができる開放的なお部屋となっております。このお日様がね、さんさんと入るリビングスペース、素敵ですね。バルコニーもこのようにおしゃれなね、洋風のデザイン、窓も白い縁ですね。で住宅地になってますので、お昼間ね、こうお子さんの声が聞こえるようなのどかな環境となっております。キッチンは大きく奈良市大学舎についておりまして、まあですね、ちょっとこうキッチンの独立したスペースといった具合ですね。でこっちにダイニングテーブルをね、どーんと置いていただいて、こういい階段のスペースとなっております。でこちら、洗面スペースですね。広い洗面所には室内の洗濯機置き場、そして独立の洗面化粧台がついております。でこちらにですね、お手洗い洋式のね、綺麗な便座がついております。では洗面所の、ね、棚もございまして、タオルを置いたりね、着替えを置いたりできるので、すごく重宝しそうですね。でこちらが浴室ですね。鏡もついております。リビングにこちらの収納スペースがございまして、こうね、置いたところが一つあるとすごく動線がね、楽に動けますね。防犯対策もカラーのテレビモニター本がございますので、しっかりとお顔を確認して対応していただくことができますね。でこちらが洋室のスペースとなっております。床はもうフローリングでね、ピカピカの洋室、またこちらにもクローゼットがしっかりとついております。ここね、広い奥行きもありますので、たくさん荷物が収納することができます。最後に、もう一部屋ですね、洋室がございまして、こちらもですね、もう段差がほとんどこうリビングとの間がね、ありませんので、まあ、ちょっと安心設計ですね。こちらも収納がありますね。はい、いかがでしょうか。以上でご紹介の方は終了となりますが、ぜひですね、こちらの詳細情報を弊社のホームページでご覧いただきたいと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の月では皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。